準備できました。この子たちは裸族、裸族なのか。二人ともベッドの掛け布団は薄いから風邪をひくぞ。早く何か着なさい。あのご奉仕は。いや、いらないよ。いらない。明日は朝から身の回りのものを買い出しに行ってもらうから、今日はもう寝るぞ。あら、起こしちゃった。キスしちゃった。愛おしくてたまらない。欲しい、アリサが。アリサ、魔法とスキルの使用を禁止する。精神魔法で俺を操って何が目的だ。目的と言われましても、ご主人様に奉仕したかったのよ。意味がわからないな。もう、だから言ってるじゃない。最初に会った時に一目惚れしたの。それで惚れさせた後に洗脳でもしようとしたのか。全然違う。ご主人様を誘惑して気持ちよくなってもらうのは奴隷の責務なのよ。ご主人様が呼ばに来てくれるの待ってたら本当に寝ちゃうし、仕方ないからベッドに潜り込んで寝顔を見てたらムラムラしちゃって。え、見たことのないスキルだらけだ。私は立花アリサ、あなたと同じ日本人よ。どうしたの、黙っちゃって。私が会った日本人はあなたで2人目。転生者は元の世界で寿命とか事故とかで死んでこの世界に生まれ変わった人。アリサ、質問だ。何でも聞いて。バストサイズ。奴隷になった理由を聞いていいか。転生前の知識でこれでも王女様だったのよ。その時は異世界と地球の違いのせいだと思って落ち込んだわ。さらに奴らに命令された宮廷魔術師は残った私たちを強制的に奴隷にした。私のいた離宮も焼かれ、ルルと2人で山に逃げ込んだのよ。そのまま山をさまよって死にそうなところを奴隷商人の二道霊に拾われたの。